さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。古今東西歌集歌唱展。さあ今夜は春のサイズ感についての研究、まあ、春のサイズ感、まあ、このあれですよね、うん、サイズ感っていう発想はあれですよね、うん、ともたまにこの研究室で遊びに来るあの子供が考えそうな感じはありますよね。俺好きな人人っていうか、そういえばこれあれですよ、研究室にもウルトラサーバーというのがありますが、まあ、いろんな研究サポートしたりタイムマシンのね機能もあったりして、これもあれですよね、 AI ですよね、言ったらね、つながっているとか繋がっている。パフュームロックス、パフュームロックス、サーリングPerfume. ラジオネームよさこいさんからの依頼、小さい春を研究せよ。お姉さんたち久しぶり。ちょっとうるさいかな。子供のうちだよ。久しぶりだね。去年の秋以来かな。うん。子供のうちこの春で何年生になったの？何年生か。お、何年生？あ、そういうのはちょっと曖昧にしておきたいところかな。あ、そうなの？あ、ママに確認しなきゃ。あ、急に子供っぽくなったね。自分じゃ分かんないんだな。何年生だったかな。ママに確認しなきゃ。急にね。そう。ところでさ、今日はね、まあ、ちょっと春ということでお姉さんたちに聞きたいことがあって来たんだ。お、なんだろう。去年の秋に、うん、小さい秋見つけたって歌の、うん、小さい秋のサイズ感、サイズ感、サイズ感の話を聞いたじゃんか。あー、あったね、あったあった。言ってたね。子供のっち思ったんだけど、うん、小さい秋があったら、うん、小さい春があってもいいよね。なるほど。ねって急に。ねいいよね。まあね、小春日和っていうね、言葉もあるから、うん、小さい春あるんじゃない？うん、マジで？うん、やっぱあるんだ、小さい春あるんだ。そっか、多分ね。じゃあお姉さんたちは小さい春を見たことあるんだね。あるかな。あるある、あるんだやっぱり、うん、じゃあ小さい春がどんなのかを聞いていこうかな。じゃあ、じゃあ、あーちゃん、取材？タイツを脱いだ時かな。あー、今日なんかもやっぱり靴下だけで出かけてるから、うん、足元とかもあったかくなってきて、うん、やっぱりタイツ履かなくなったらやっぱり小さい春。あー、小さい。それはジャッジ、ジャッジ、これジャッジいただくんですね。それはね、小さい。あ、小さい、はい、すごく上手だったと思います。やだね、やだね、上から。やだ、あの子供のうちまだ、うん、タイツっていうのは、うん、もう真冬にしか履かないわけ、うん、あ、白いやつ、わかる、うん、そう、あの白い白いやつ、白い、真っ白いやつね、薄いやつしか履かないから、やっぱその女性の視点、女性目線での小さい春っていうのがとても良かったと思います。じゃあ、カシュカちゃん、はい、カシュカ姉さん、カシュカちゃん立ち位置が曖昧になってきてるのね。どうですか、どうですか。小さい春よね、うんうん、周りでこう白い服の人がいたりとか、うん、花柄の服が増えたりすると、うん、春が来たんだなって感じる、うん、なるほどね。まあ実際に今日も刺しゆかお姉さんは白に花柄、うん、そう、まあ、花束柄っていうか、そうだね、うん、花束柄花柄でいいかな、花柄だね、うん、そしてあーちゃんお姉さんも白でこう肩にねリボンがこう、そう、隙間があってね、そうそうそう、リボンがひらひらしているので、はい、とても春らしい洋服だなって、ね、スカートは花柄だしね、思うんだけど、やっぱりねそれはねすごくあの目に見えてわかる春かなと思うから、それはちょっと大きいかなって、これを子供のち思うな。目に見えちゃいけないのか、大きい春、春っぽいなってやっぱ思うな、子供のちもな。そうか、うん、うん、そうか、今のは大きかったと思う。そっか、うん、じゃあ結構分かりやすいのは違うんだね。そうだね、あ、小さくなきゃいけない。じゃあ、あーちゃんお姉さん、ネイルが桜色になってくる、うん、あー、そうか、そ、中くらいかな。あ、中くらい。中くらい。それ中くらいなのか。中くらいなのか。やっぱ難しいところ。うん、女性同士だったら、絶対に気づく。
うん、春だから春ネイルだな、うん、夏だからあちょっと貝殻とかが乗ってんのかなみたいな、うんうんうん、だけどね、シェルね、男ってのはね気づかねえんだな子供のうち男知ってんだ。そう、男だったね、そういえばあなた。そうなんだよね、うん、だから、うん、女性から見るとも大きいんだけど男性から見ると小さいも中くらいかな、うん、中くらい、うん、じゃあ、うん、あ、カシューカお姉さん、これも大きいな、カシューカお姉さん急に楽しんじゃってるじゃん、カシューカお姉さん言い方にハマったの、振りたい。ストールを巻かなくなった。わー、うん、気づいたら無意識に、あ、無意識にね、うん、無意識には小さいね無意識入れてよかった。無意識って出てきたらやっぱ小さいや、ね、気づいたらコーディネートでストールのこと考えなくなってたっていうね、うん、なるほどね、あ、そうなんだ、今日はこの服着たからこのストールにしようって、うん、コーディネートするんだ。そうなんだ、寒いからストール巻こうじゃないんだ。でも冬は寒いからだったじゃん、うん、それが徐々になくなっていくっていうのが春が来てるんだなって。なるほど、小さい、あ、いただきます、ありがとうございます。上手、やっぱお姉ちゃんたち上手だな本当聞いてよかった。じゃあ子供なっちもだいぶ小さい春のサイズ感分かったね。分かってきた。子供のっちが思う小さい春は、小さい春、子供のっちが思う小さい春は意外と寒いってことかなよし、お姉さんたちありがとね。じゃあ帰るね。あ、帰る、帰るの、うん、あ、そう、リフレームマジでヤバかったね。あ、知ってんだ。バイバイ、ありがとう、ありがとう、バイバイ。皆さんこんばんは、カシューカです。ロッチです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。私も AI なので私を研究せよ。ん、どういうこと。あ、あれじゃない、きっと今日の生放送教室が AI の授業だから、うん、研究室のウルトラサーバーがちょっと嫉妬してるんじゃない。え、かわいい、私もやってよって。そういうこと、うん、うちのウルトラサーバーってさ、うん、割と一方的に研究依頼紹介するだけで、うんうん、AI ってほど万能ですか。確かにね。まあね、確かに。ウルトラサーバー大丈夫、シンプルな質問なら大丈夫。大丈夫って言ってます。ちょっと会話ができる感じがびっくりしたね。大丈夫、うん、じゃあいろいろと質問するから答えてね。はい、じゃあ言ってみていい、うん、いいよ。パフュームの中で一番髪の毛が長いのは誰。カシユカ。はぁ、見えてる、分かってるね、うん、カメラっていうか目もついてる、うん、理解してんだな。なるほど。じゃあパフュームの中で一番ピンクが似合う人は誰。あー、確かに、あ、ね、うまいね、こう人工知能的なね。そうだよ、見てて主観的な、重ねていかないと知識とか経験を。そうだね、 AI だね、うん、あーちゃん、おー、すごい、イケてるじゃん、知ってるね、見てんだねここに来るたびのあーちゃんを見てるんだ。すごいね、すごい、重ねてるわ、よく来てるしなーつって、うんね、見てんの。じゃあパフュームの中で一番ゲームが好きなのは。あのゲームの話よくしてるわ、うん、カシューカと私が割としてる。確かに、どっちかな、どっち。あ、おー、まあね、まあ、もともと好きなのよ、ね、そうだね、うん、どっちだから、うん、まあ結構フォローかってますね。確かに、長い付き合いのだけあるね。あるね、じゃあグッパフューム知ってたら答えられる問題、うん、パフュームの中で一番足が速いのは誰。これデータがありますから。これは確かにね、かライブでかけっこしたりとか、うんうん、そうそう、あーちゃん、あ、わ、すごいじゃん、すごいじゃん、ライブ来てたの。え、ライブまで、ライブ来てたの。え、そこのデータどうやって読み取ったんだろうすごくない。あ、DVD 研究してるから。あ、なるほどね、ここで読み込んでんだ、コメンタリー。すごくないか、すごいわ、すごいんだけど。じゃあ
これは多分詳しいかもしれないけど、うん、Perfumeの中で一番神様なのは誰？ノッチ。早いね。早くない？早いね。即答。あれが一番認識してるのかな？こう実感してるのかもね。甘神ヘッドラインとかやってるから研究。あ、そっか。もうタイトルの名前とか言葉でこう。うん。うん、早かったけど。ご存知噛みますよね、うん、みたいな。遺憾です。遺憾。遺憾。遺憾でした。遺憾に思ってた。誠に遺憾ですか？誠に遺憾に。遺憾案件です。遺憾案件でした？え、結構すごくない？すごいすごい。今のところ全問正解じゃない？うん。ちょっと難しいとこ行きたいですよね。そうだね。やっぱり。うん。じゃあ、Perfumeの中で一番面倒見がいいのは誰？難しい。みんな難しいとこだね。感覚的なとこに来たよ。うん、ね、うん、妹弟いるのはあーちゃんだけど、私が猫飼ったりとか。うん、そうね。あーちゃん。あーだかなーって言ってかなってちょっと悩んでる。うんうん、確かに確かに。そうかな。面倒見はいいよ。じゃあ、Perfumeの中で一番足が小さいのは誰？あ、これ知ってる？いいんじゃない？難しい。意外と知らないんじゃない？うん。知らないでしょ。誰だろうね。誰なんでしょう。いいんじゃない？周りのスタッフさんしか知らないんじゃない？ね、すごく身近でね。これ知ってたらすごい。カシユカ。あーブーブー残念でした。全然違います。全然違います。数ミリの話ですか、ね。数ミリ、本当に3人の誤差なんて数ミリの話なんだけど。数ミリなんですけど、ね。一番小さいのはあーちゃんだね。じゃあ、一番足が大きいのは誰でしょう。カシユカ。違います、全然違います。まあ、これも数ミリなんですけども。どっちでした？ミリの話なんですけども。全然ダメじゃん。必死じゃん。こっちも必死じゃん。ダメじゃん、外れじゃん。わあ、すごいな。結構わかってたよ、でもね、うん、やっぱ付き合い長いだけあんのかもね。すごいね。足のサイズまではさすがにな、続けなかったね。ちょっとまあ AI にはかなわないけど、うん、はい、うちのウルトラサーバーにはうちのね良さがありますから、はい、気にしないで大丈夫よ。カシウがいいこと言った。ありがとう。焼き餅焼いてたってことなのかね、やっぱ今回。可愛らしいですね、そう思うとね。佐竹の先生の映画やっぱすごいってこと。ああ、そうかそうか。可愛らしい。ちょっと聞いてみる。え、俺らも聞けるんですか、これ。パフューム3人がこうやって言ってたよ。それいけるでしょ、ウルトラさんも言ってくれてるから。おお。じゃあ、何聞く？かっこいいのは校長と教頭。かっこいいのは校長、教頭。どっち？両方でしょ。遠山校長。イエーイ。あらだー すごく嫌だな。よく見てくれてんな。すごく嫌だな。ウルトラサーバーやっぱり。じゃあ、ね、わかりました。じゃあ、わかんないですよ。ウルトラサーバーが男性か女性かは知らないですけど、付き合うならどっち？遠山校長。そりゃそうだよ、かっこいいんだもん、だって。そりゃそうでしょ。あ、なんだろうな。いいね。一個ぐらい勝ちてえな。あ、なんかいいよ、じゃあ。じゃあ、うん、有利なやつ。有利なやつってね。いや、教頭が有利なやつ。勝てそう。ウルトラサーバー。そんな質問したくないよ。なんだろうな。わかんない。じゃあ AI から見て。AI？ AI じゃない。ウルトラサーバーから見て。あ、もう嫌われたわ。あ、ごめん。やっちゃった。やっちゃった。ごめんね。違う。あ、ちょっと。遠山校長。待って待ってよ。質問さ、ちくしょう。こういうとこだ。俺のダメなとこ。今の変な場ができただけじゃない。できただけって作ったの自分だからね、今だって。じゃあ、なんか不可抗力みたいな感じ。なんか喋ってくれればいいじゃん。その変な場で喋ってくれればいい。教頭のターンだったから、だって今俺のターンだった。ウルトラサーバー言えよ。だよ、遠山校長。遠山校長かよ、そんでターンは。渡せよ、そのターン。ウルトラサーバー、来週もよろしくね。明日のこの時間はスクールオブロックの進路室の代表、アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス。スクールオブロック。